サンガモンはアメリカ海軍の護衛空母、サンガモン級航空母艦の一番艦。艦名はイリノイ州サンガモン軍を流れるサンガモン川にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目。サンガモンはシマロン救急油艦から改装された護衛空母4隻のうちの1隻であった。最初は民間船エッソトレントンの船名で、 ニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で1939年3月13日に寄港し、1939年11月4日にクララエセル・ボーンによって命名、浸水、スタンダードオイル社によって運用された。1940年10月22日にアメリカ海軍によって取得され、サンガモンと改名。 艦隊給油艦として1940年10月23日に JR ンカ艦ン艦長の指揮下収益した。西海岸及びハワイ水域での活動後、サンガモンは1941年の春に大西洋艦隊へ配属され、アメリカ合衆国の中立期間中にはカナダやアイスランドの基地に向けて燃料を運搬した。12月7日の真珠湾攻撃時には、 ニューファンドランドのアルゼンチア海軍基地で油の積み下ろし中であった。その週のうちにサンガモンのスケジュールは過密なものとなり、再び南に向かった。1942年前半にサンガモンは補助空母への転換が指定された。2月11日にハンプトンローズへ到着し、3日後にアベグ -26 に艦視変更される。 2月25日に給油艦としての収益が解かれ、ノーフォーク海軍造船所で転換作業が始まった。サンガモンが改装を受けている春と夏の間、後に護衛空母と艦視が制定されることとなる補助空母の役割は増すばかりだった。サンガモンに続いて、他のシマロン救急油管から3隻が抜き出され、同様に補助空母に改装されることとなった結果、サンガモンは、 同系の空母のネームシップとなった。サンガモンの改装では次のものが新たに設置された。153メートルに及ぶ飛行甲板、四方の長さ25メートルのエレベーター2機、格納庫、カタパルト、ソナー、対空火器及び武士格納庫。また、居住設備もサンガモンの上院定数増加と航空要員の乗艦に対応して拡大されることとなった。 対空兵装も5インチ砲2機、40ミリ機関砲8機、および20ミリ機銃12機と変更された。8月20日、サンガモンは、アッコブ -26 として、CWE ーバー艦長の指揮下で最終益した。サンガモンは、チェサピーク湾とバミューダ諸島近海で調整を行った、あと、換気装置を回収するため基地に戻った。修理後の10月25日、サンガモンは、 統治作戦で空中援護を提供するため、第34任務部隊に加わって、北アフリカに向かった。11月8日に、北部支援部隊と共にポール両手沖に到着したサンガモンは、第26混成航空隊を空中警戒待機、対戦紹介、及び地上作戦支援に活用した。11月中旬、サンガモンは、北アフリカを離れて、 アメリカ本国に向かい、ノーホークに帰討して、修理の後、パナマ運河を経由して、太平洋方面に移動した。1943年1月中旬、サンガモンはエファテ島に到着し、同地で第22空母軍を編成。次の8ヶ月間、合流してきたスワニー及び、シェナンゴと共にニューカレドニア、ニューヘブリディーズ諸島及び、ソロモン諸島を結ぶ海域で行動した。 また、ガダルカナレ島域の補給船団を呼び、ラッセル諸島九州部隊の護衛にも出動した。4月5日に、e、EP ムーア艦長が着任し、7月15日には区部 -26 に艦首変更された。8月、サンガモンは拠点をエファテ島からエスピリットサント島に移動させたが、9月に入ってメアアイランド海軍造船所でオーバーホールを受けるため、アメリカ本国に向かった。 オーバーホールでは、相談室と戦闘情報センター室が更新された。10月19日、サンガモンは、第37混成航空隊を乗せて、サンディエゴを出港し、エスピリットサント島に向かった。サンガモンは11月13日に、第53任務部隊に合流して、ギルバート諸島海域に到着。11月20日からのタラワの戦いでは2日間に、たって、 タラワの日本軍に対して攻撃を繰り返した。その後は12月6日まで空中警戒待機と味方部隊に対する対戦紹介を続行した。作戦終了後、サンガモンはサンディエゴに帰島した。1944年1月上旬、サンガモンは南カリフォルニア沖で訓練を行った後、1月13日には太平洋の戦線に戻っていった。 新珠湾を経由して、クエゼリンの戦いを控えたマーシャル諸島に向かったが、1月25日16時51分、通常の懲戒飛行を終えて、サンガモンに戻ってきた一機の戦闘機が、着艦フックをアイヤーに引っ掛けることに失敗して、中期中の航空機の中に突っ込んでいった。損傷した補助タンクから燃料が流れ出し、そこに引火して航空機が炎上した。消火作業は難航し、火は、 環境内の操舵室の高さまで吹き上がった。サンガモンは全部の給油装置から消火できるよう、艦を移動させて、風下に立たせた。火災は16時59分には消し止められたが、わずか8分の火災で7名の乗員が死亡して7名が重傷を負った。また、火災から逃れるため15名の乗員が海中に飛び降りたが、そのうちの2名が行方不明となった。 サンガモンは洋上で応急修理を行い1月31日から2月中旬までクエゼリン艦渉への攻撃と占領を支援した引き続きエニウェトクの戦いに参加して2月17日から24日までの間上陸部隊の空中援護を行った任務終了後サンガモンは本格的修理のため真珠湾に向かった3月1日 ムーア艦長が退任して、ME ブラウダー艦長が着任した。3月15日、修復なったサンガモンはハワイを出撃し、3月26日に高速空母任務部隊の支援を行う第50.1号任務隊に加わった。第50.1号任務隊は4月に至るまで任務部隊に対して補給活動を実施し、アドミラルティ諸島北方海域で補給を受けた。 任務部隊はパラオを攻撃した。4月中旬に任務隊を離れてエスピリットサンと島に向かったサンガモンは間もなくニューギニアの戦いに参加していった。第7艦隊に加勢し4月22日から24日までの間ホーランジアの戦いの支援としてアイタペへの攻勢を支援した。マヌス島に下がって2日間補給を受けた後にアイタペ近海に戻り5月5日まで 紹介任務を行った。サンガモンは5月19日、エスピリトゥサント島に帰島した。エスピリトゥサント島で来るマリアナ諸島攻撃の演習を繰り返した後、サンガモンは6月2日に出撃。マーシャル諸島に向かい、クエゼリンで第53任務部隊に合流した後、マリアナ諸島近海に進んだ。6月17日から20日にかけてサンガモンは、 サイパン島東方海上から第52任務部隊に対する全面支援を行った。マリアナ沖海戦で日本艦隊が敗れ去って当面の脅威が去るとサンガモンは第53任務部隊から第52任務部隊に移り7月までサイパンの戦いとサイパン島占領を支援した。サンガモンは7月4日にエニウェトック干に向かって7月7日に到着し 補給の後7月10日に出撃。7月13日から8月1日にかけて、グアムの戦いに参加して、火力支援部隊の空中援護を担当した。戦場から離れて8月4日に、エニウェト区間省に帰投したサンガモンは、8月9日に出港して、マヌス島に移動し、約1ヶ月もの間待機した。9月9日、サンガモンは、ゼイヤドラーワンを出撃して、 モロタイ島の戦いに参加した。9月15日から27日までの間、サンガモンの航空機は上陸部隊の援護とモロタイ島に隣接するハルマヘラ島にある日本軍航空基地に対する爆撃と機銃装車を行った。サンガモンは10月1日にゼイヤドラー湾に帰島。次の作戦への準備に入った。10月12日、サンガモンは レーテ島攻略部隊と共に、ゼイアドラー湾を出撃した。この作戦には、サンガモンを含めて18隻の護衛空母が参加して、第77.4任務軍を構成しており、司令官トーマス・エルス・スプレーグ少将は、サンガモンを任務軍総機関にしていた。任務軍は、さらに3つの部隊、第77.4、1任務軍、第77.4、2任務軍、 第77.4、三人務軍に分けられていた。第77.4、一人務軍は、サマール島港高い行き、第77.4、二人務軍は、レーテ湾港、第77.4、三人務軍は、サマール島東方海上で、それぞれ紹介と上陸部隊支援の任務を、遂行していった。10月20日に予定された、レーテ島への上陸作戦に先立って、 サンガモンの航空機は、霊テ島とビサヤ諸島各地の航空基地に対して、空襲を行い、上陸作戦当日には、上陸部隊と支援艦船の上空援護に当たった。同じ10月20日、サンガモンは冷戦による空襲を受けた。しかし、その冷戦が投下した爆弾は、サンガモンから270メートル離れた場所に落ち、サンガモンに、 約0.61メートル、約1.8メートル四方の、かすり傷を負わせただけに終わった。サンガモンはその後も日本機の攻撃目標となったが、10月24日には、サンガモンの戦闘機が迎撃して、日本機の集団を壊滅させた。この日、第77.4、一任無軍の護衛空母のうち詐欺のオベイとシェナンゴは、航空機の交換を行うためモロ対島に向かい、 残るは、サンガモンとペトロフベースは2位、サンティの4隻となった。翌10月25日、サンガモンから2機の航空機が飛び立ち、1機はミンダナオ海へ飛んで、すり顔海峡で壊滅した西村昭治中将率いる南方の日本艦隊の生存者を捜索し、もう1機はレーテ登場空での空中警戒に向かった。1時間後、サンガモンは鍛え、 約190キロ離れた海域にいた第77.43任務軍から夜のうちにサンベルナルジの海峡を突破してきた栗田竹雄中将を率いる日本の中央艦隊から攻撃を受けたとの緊急法を受け取った。これを受けサンガ門から空中警戒のため飛び立っていた戦闘機はサマール島沖に向かうよう指示され続けて 第77.4、3人無軍を支援する、攻撃隊が編成されることとなった。すでに発進していた第77.4、1人無軍の航空機はすべて呼び返され、並走を整えた上で、暫時発進しつつあった。しかし、攻撃隊発進の真っ最中であった7時40分、1時間前の6時30分に、ダバを発進して北上していた。 最初の神風特別攻撃隊である、菊水隊、朝日隊及び山桜隊が第77.41任務軍に襲いかかった。6機の冷戦は直ちに急降下で突入してきたため、対空砲火を打ち上げる暇もなかった。1機は 3T に命中し、別の1機は三ガモンの上空で旋回して、攻撃の機会を待っていた。しかし、この特攻機は、 スワニーの5インチ砲の射撃で撃墜され、サンガモンからわずか46メートル離れた海面に墜落していった。サンガモンを救った塔のスワニーにも特攻機が命中して2時間もの観測船不能状態に陥った。残った1機はサンガモンからの通報を受けた空中警戒の戦闘機によって撃墜された。一連の神風との戦いでサンガモンの乗員は 数名が負傷したほか別の一名は、機銃装者で戦死した。攻撃が止むと、サンガモンは、サンティーとスワニーに、医療班を送り込み、二艦から負傷者や遺体を収容した。サンガモンは、電気系統や、火事、カタパルトの不調にもかかわらず、謎の退却してゆく、クリタ艦隊への追撃に参加することができた。10月26日、サンガモンは、 空中警戒任務を再開して、戦闘機を発進させた。しかし、12時15分に、神風の接近が警告され、防御網をかいくぐった、神風特攻やト隊の冷戦は、スワニーに2機が命中して大破させた。サンガモンは10月29日に、冷凍沖の戦場を去り、11月3日に、ゼイヤドラーワンに帰島。6日後に、オーバーホールのためブレマートンへ向かった。 サンガモンは11月30日から1945年1月24日まで回収を受け、ロケット弾積み込み機上、2機目のカタパルト、爆弾運搬用のエレベーターの新設と40ミリ機関砲、消防設備の増設、レーダー機器の更新が行われた。2月中旬、オーバーホールを終えたサンガモンは第33混成航空隊を乗せ、訓練のためハエに到着した。 第33混成航空隊は F6 回ヘルキャット18機に加え、夜間型のヘルキャットである F6 回から 5N 及び F6 回から 5E を軽8機、それに夜間レーダーを装備した TBM アベンジャー6機で構成されていたが、FM-2 ワイルドキャットが搭載戦闘機の中核をなし、これとアベンジャーを組み合わせた航空隊を搭載するのが定番だった。 護衛空母の中では異色の存在となった。3月5日、サンガモンは真珠湾を出港して西に向かい、3月16日にウルシー干渉に到着。ここでサンガモンは第52.11任務隊に配属されて沖縄戦初期の強襲作戦に投入されることとなった。3月21日、サンガモンはケラマ諸島攻略部隊と共にウルシー干渉を出撃。 同中、サンガモンは絶えず空中警戒を行い、ケラマ諸島を占領する味方部隊の支援を行った。4月1日に沖縄戦が開始され、読谷地区への上陸作戦を援護した後、サンガモンは第52.13人部隊に移り、第22空母軍に再び加わった。4月8日までの間、サンガモンは沖縄島南方約80キロの海上から、 空中警戒と上陸部隊支援を繰り返した。4月9日、任務隊は、先島諸島の東方約110キロの海域に移動し、宮古島と石垣島の日本軍航空基地に対して攻撃を行った。4月12日には、沖縄東近海に戻り、沖縄戦の援護と家島占領の支援を行った。 4月18日に再度先島諸島攻撃に波瀬参じ、夜間飛行紹介を行った。4月22日夕刻、サンガモンの戦闘機発揮は、宮古島上空で特攻隊の出撃を援護する飛行第20戦隊のハヤブサ12機と空中戦を繰り広げ、4機を撃墜した。さらに夜間戦闘機を呼び寄せて、空中戦を続け、新たに出現した4機の日本機のうち2機を、 撃墜したと判断された。4月末から5月に入っても、サンガモンの航空機は、日本軍航空基地に対する圧力をかけ続けていた。5月4日、サンガモンは補給のため、ケラマ諸島に到着。補給は、神風などの接近で、しばしば中断されたものの、18時30分には終了して、再び外洋に向かって動き出した。しかし、 まもなくサンガモンは47キロ先から、神風が接近しつつあることを知った。陸上戦闘機が迎撃して9機を撃墜。残る1機は19時頃に、サンガモンの左舷艦尾部めがけて突入してきた。サンガモンは、鳥かじで急旋回しつつ対空砲火を撃ち、護衛艦,艦艇の助けも得て、神風を撃墜。サンガモンの右舷からわずか7.6メートル離れた、海面に墜落した。 別の特攻機は19時25分、迎撃戦闘機の紹介網を突破して、対空砲火を避けるため一旦雲中に入り、19時33分に雲から出てきたかと思えば、三賀門に新一文字に突っ込んで、総脱室中央部に命中。爆弾は艦内部で爆発し、三賀門に多大な損害を与えた。 わずか15分の間に格納庫や操舵室をはじめとして、管のあちこちから制御不能なほどの火災が発生し、環境との温心が途絶えることとなった。悪いことに火災は風に煽られてますます大きくなりつつあった。それでも20時15分までには消火手順が整理され、乗員は大火災に立ち向かうこととなった。爆弾の炸裂で消防装置に ダメージがあって水圧が低かったものの消火ガスボンベによって消火が始まった。また、近在の感染もサンガモンの消火作業を手伝うため集合してきた。そのかいあって22時30分までには沈下することができた。通信も近接した駆逐艦フラムを介した通信及び管内で唯一使用可能だった航空機用超短波無線を利用して 23時20分頃までには回復した。サンガモンは11名の戦死者、25名の行方不明者及び21名の重傷者を出した。生き残った上院は修羅場をくぐり抜けて生き残れたことを祝ってアイスクリームを食べた。また上院の一人は我が艦の飛行看板を突き抜けたあの男は私より立派だ。私にはあんなことはやれなかっただろうと。 サンガモンに命中した神風のパイロットを称えた。サンガモンは仮修理のため、ケラマ諸島に引き返した。サンガモンはケラマ諸島からウルシー干渉に向かい、続いて新珠湾を経由して本国への帰路に着く。1945年6月12日にノーホークに到着し、修理が行われた。1945年8月15日に戦争が、 終わると、修理作業は中断された。9月には、不活性化が命じられ、10月24日に退役する。サンガモンは11月1日に除籍された。サンガモンは、サンフランシスコのヒルコーンスティームシップ社に売却され、1948年2月11日に引き渡された。その後のサンガモンは、ロイドレジスターの記録によれば、 タンカーに戻った上で1950年代から1960年にかけてニューヨーク、パナマ及びモンドビアの船会社を転々とした。1960年3月9日にテキサス州ガルベストンを出港してボンベイに向かったサンガモンは途中で座礁事故を起こしてスウェズに栄光された。最終的には1960年8月に大阪で廃棄処分となった。 サンガモンは第二次世界大戦の功績で8個の従軍聖賞を受賞した。搭載した3つの航空軍はそれぞれ主君部隊賞を受賞した。ありがとうございます。